アマニューは、セリカシシウド属の多年層。別名、マルバアマニュー、マルバエゾニュー。茎は直立して高さ1から2メートルになり、時に3メートルに達し、中空で、上部で分子する。葉は五生し、1から2回3では上腹用で、いただき醤油はさらに3中列する。醤葉はやや質が薄く、表面は鮮やかな緑色で、光沢感があり。 里面の葉脈状に毛が生え、甲卵形から皮脂状甲卵形で、長さ幅とも20から20センチメートル、円は影響子になり、基部は心形となる。茎の全部、または下部につく葉平の基部は、多少膨れた鞘状になる。下期は7から8月。茎先や分子した枝の先端に、計約20センチメートルに及ぶ大型の副産形果状をつけ、 白色の小型の五弁の花を多数、蜜につける。副産系花序のもとに双方辺はなく、小花序のもとに細い小双方辺が数個ある。花柄は25から30個あり、小花柄は30から50個ある。花弁の先は内側に曲がる。湯水は5個あり、花弁より長く花貝に突き出る。果実は長大円型で、長さ6から7ミリメートルになり、 文化の背高市場は山脈、川高市場はやや狭い翼が張り出す。床は文化の表面側の角、蝉溝下に1個ずつ文化が接し合う合成面に2個ある。日本特産で北海道、本州、四国に分布し、産地や草原に生育する。本州では高原に多く、北海道では林園や林道沿いで多く見られる。和名アマニューは、 感乳の意で、本種は食用になり、この茎を食べると甘みがあるので言う。乳は、アイヌ語とされるが、正確には不明という。別名のマルバエゾニューは、遠洋、エゾニューの意で、同族のエゾニューエールセラに似ているが、比べて、歯が丸いので言う。アイヌ語では、本種の傭兵を、チスギあるいは、チフイエと呼ぶ。アイヌ人は、 茎の皮を剥き硬い繊維を取り除いて生のまま食用とした。また茎を煮てから皮をむき煮物、あえ物、酢の物などの食材としたり乾燥させ冬の保存食にもしたという。種商名へデュレスは食用の食べられるの意味。葉が展開し始めた直立した頃の傭兵は皮をむいて生のままままたは茹でて食用にされる。若葉は天ぷらで食される。 ありがとうございます。